マスコミによる総裁選報道の露骨な変更報道に対する苦言。ここでも高市外しがネットで話題。内容はこちら。案の定マスコミが高市氏外し報道を行っているようです。では内容を見てみましょう。浅見千秋、ここでも高市外し、ザ・マスゴミ。よね、これがメディアわらわらわら。MI2、 このフジテレビの自民党総裁選の予想がマジで笑う。そもそもサメちゃんに聞いちゃダメだろう。ヒロ、イタリア。拡散希望。とにかくオールドメディアは高市早苗議員を総理大臣にしたくないようだ。だがツイッターの数々のアンケートで高市早苗議員の支持率が 80% を超えている事実を私たちは広く知らしめなければならない。マスコミはいつもこの流れですね。露骨すぎますよ。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。私も違和感感じました。彼らには相当な危機感なのだと思います。絶対に高市総理を阻止しろとあの国から命令が出ているのでしょうか。まあ出てるでしょうね。指示が出ているのかどうかは分かりませんが、高市氏の存在がマスコミにとってよほど都合が悪いことは確かのようですね。次はこちら。鮫島安定の石破推し、わらわら。ひどい変更報道。印象操作がひどいね。テレビなんかなくなってしまえ。これはあからさますぎてチャンネル変えてしまいました。テレビはデマ報道、変更報道ばかり。テレビ改革、メディア改革必須です。露骨すぎる変更報道に印象操作。早急なメディア改革求む。次はこちら。答え合わせ的な感じ。マスコミが盛り上げたくない人物イコールマスコミに都合の悪い人物。マスコミが盛り上げる人物イコールマスコミに都合のいい人物。そういうことですね。最後はこちら。どうにかして高市氏を泡沫候補扱いにして印象操作しようとしてますよね。それだけ高市氏を恐れてるんだと思います。一番こやつらに不都合なのは高市早苗ってことね。高市総理大臣が誕生した暁にはマスコミの抜本的改革を行うべきです。結論。マスコミも特定野党も高市氏の存在に対し恐ろしく焦っているように見えます。そんなに高市氏が総理大臣になったら都合が悪いのですか。それにマスコミの露骨な変更報道に印象操作。こんなことをいつまで続けるおつもりなのですか。多くの国民はそんなマスコミの姿勢にうんざりしています。マスコミは妄想ではなく現実を直視してください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。